皆様こんにちは、便利屋ハッピーの鳩の口です。7月16日金曜日、午前11時34分でございます。はい、17号バイパス上部道路でございます。深谷市に入りました。まあ普段は左側の方をずっと通っていくんですけど、こちら、まあ、あの新上部大橋渡って、この後太田市の方までですね、向かうところでございます。一応、まあ、あの今日が梅雨明けしたと見られると発表がありもあったようです。見られる、梅雨明けしたと見られるって関東甲信越気象庁の発表ですかね。ご覧の通り、いよいよ夏本番っていうような、青空、空模様となっております。気温はもう30度を超えております。31度です。最高気温33度の予想となっております。かなり、ずっと体を今動かしている状態ですので、汗もたくさんかいております。今日は割とかなり運動量になるようになってます。まあ来週オリンピック開会式あるみたいですけど、まあ、昨日もまた来日中の IOC、 オリンピックのその IOC、 バッハ会長の方が、まあ、いろんなその発言に対して、まあ、いろんな物議を醸しておりますね。この辺で動画を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。